ナイス。はい、こんにちは、こんばんは、ゆうなです。今回のアップデートで残裂弾が弱体化されてしまいましたね。残裂弾ね、前から強い強いと言われていたんですが、今回残裂弾弱体化、それに伴ってまたアップデート後おすすめのヘビーボウガンを私なりに考えてみました。残裂弾がなくても十分効果力が見込めますので、ぜひ参考にしてみてください。ということで、今回私がおすすめする武器はゼノジカです。これはゼノジーバのヘビーボウガンですね。アップデート後、通常弾が 1.5 から 1.6 倍の情報修正、貫通弾が 1.15 から 1.2 倍の情報修正になってます。通常弾レベル3が6発、貫通弾レベル3が5発、鉄鋼弾レベル3が2発装填できるようになっているところがゼノジカのセールスポイントですね。ゼノジカだと残裂弾は使えませんが、今回のアップデートを十分活かせる武器となっています。そして装飾品スロット3が2個あるところも装着できるスキルの幅が広がるのでおすすめです。防具なんですが、頭と胴体と足が防具のアルファをつけています。腕が鳥海神をつけたいのでゼノのアルファをつけています。そして、貫通弾を強化するためにリオソールコイル、腰回りですね、リオソールコイルにしてあります。護石は通撃の護石レベル2を入れて弱点特攻をつけています。今達人種を入れて見切りをつけているんですが、もし攻撃士を持っている場合、攻撃士をつけた方が絶対いいです。会心率と、ダメージも上がるので、相対的にねダメージがアップするんですが、なかなかもうこの攻撃士自体がレアリティが高くて、私も結構回しているんですが、なかなか手に入っていません。なので達人種で代用しました。武器もカスタム強化で開始に振ってあるので、弱点部位に当たった場合は 100%、 そうでない場合でも 50% は開始が見込めます。ゼノジカの装飾品スロット2つを軸にして、装飾品や護石を組み合わせていろいろなスキルを設定できるのが特徴ですね。残裂弾が下方修正された今、通常弾、貫通弾レベル3が情報修正された波に乗って、残裂弾を捨てて通常弾、貫通弾レベル3を活かした装備にしてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。皆さんのハンター生活の参考になりますように。また次の動画、また次の配信でお会いしましょう。ゆうなでした。バイニャー。